さあいよいよですよ。見たことない。そのテンション。あ、そうこの長さで。2024年初の国沢さん、それになる可能性ありますよ。そう、明日は多分ねイベントがあるんですけども、おそらく僕出てないんで、ここに全部出てる。ごめんなさい。わかんないですよ。誰が出るかまだわかんないです。すみません、すみません。まあということで、いよいよ明日、はい、開生サミット2024冬が始まります。はい、皆さんもうさすがに明日なんで、うん、チケットは買ってますよねと。はい。まあ、もし本当に、ね、まだの方も急いで買ってください、はいはい、ということでツイキャスでの視聴チケットがあれば、まあ、開催時間ギリギリまでの購入もできていますので、はい、まあ、ツイキャスで見る方はぜひぜひお願いいたします、うん、で明日急遽暇になってしまってもまだ間に合うと、うん、チケットはもう無限にありますのでツイキャスの場合は、はい、ぜひ見てほしいなというのがあります。で、うん、今回もイベントでは企画をご用意しております、はい、今まで夢郎さんと中継してみたり、うんうん、沖縄ロケの未公開シーンの公開、うん、田中さんの呪物部屋や、うん、ヤースー君の沖縄不思議発見がありました。はい、ありました。でもうこう見てみたい企画とかありますか、今までのね、今までの、中で、まあ、はいはい、どれが一番そのなんか跳ねたとかっていうのは、うん、これ意外とねこれ開生サミットやってるんですけど、はい、多分現地にいたの僕1回なんですよ。え、あ、そうなの。そうなんですか。そうですよね。あ、1回目2回目もいるか、うんうん、3回目が出れなくて、はい、自分は映像出演だったんで、うんうん、それが受けてたのかどうかっていうのがちょっと分かんない。なるほど。周りの人からは面白かったよとか、うん、安さんのペットボトルをもらったとか、うん、なんかそれをこう会社みたいな あのスタッフさんが作ってくれて、うん、はい、それをこう SNS に載っけてくれた人も結構多かったんで、うんうん、もしかしたらこう見たいものっていうのが怪談ファンでコアな人であればあるほど、まあ怪談師の日常が見たいとかもあると思うんですけど、うんうん、意外とちょっと都市伝説とかにあんま触れてないなっていう部分があったんで、はい、ちょっとまあ怪サミットなので、うん、都市伝説とかも含まれるじゃないですか。確かに。なんかそういうのも映像にしたら面白そうだなと僕はちょっと思ったりしたんですけど。なるほどね。確かに面白そう、うん、伝説ないですね。ね、そう、うん、ということで今回最初ねこのチャンネルでも無料配信がありますが、はい、まあ、企画や新作怪談などは有料での配信になりますので、はい、ぜひチケットをご購入お願いいたします。はい、お願いします。イベントの詳細については公式 X あるいは概要欄を確認してくださいということで、皆さん明日楽しみましょう。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。